皆さんご機嫌いかがですか？次郎丸です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は、那須苗の定食とコンパニオンプランツのお話をしたいと思います。那須のねコンパニオンプランツといえば何があるかご存知ですか？枝豆、マリーゴールド、ネギ、つるなしインゲン、ニラなんかがそうですね。でね、なぜコンパニオンプランツみたいなことをするのかといえばですね、これがね、実は混食することによってお互いに良い影響を与え合うのです。虫がね異様に発生したりで、あとまたね病気がぶわーっと広がったりで、農薬の使用量を減らすことができたり、また化学肥料のね使用量も減らすことができます。マリーゴールドが植物のお医者さんなんて言われてるんですけれども、ネギは畑の救世主とも言われています。またねこれ梅土をねちょっと、作ったんですけれども、梅土は、こういう感じ、市販の培養土に自分で作ったぼかし肥料を加えました。こうやって入れてかき混ぜる。ぼかし肥料はね直接野菜に触れても肥料焼けを起こすことはありません。ぐいぐいぐいっとしっかり混ぜて梅土や覆土に使ってみたいと思います。では、動画戻りましょう。続けていきましょう。植え位置を決めたらマルチに穴を開けながらちょっと深いめに、ポットより深いめに掘ります。深植えするんじゃないですよ、普通植えなんですけれども、その下に先ほどの培養土を入れて、ぼかし肥料がねなかったら培養土だけでも全然大丈夫ですよ。でポットの底にねしっかり根が伸びているので根の触れる部分をポットと同じ環境にしたいと思います。だから培養土を使うってわけですね。でこの同じ穴にネギを植えます。ネギの周囲には病原菌を抑える微生物が生息します。だから青枯れ病にかかりやすいナスにはね、最適のコンパニオンプランツと言えます。ナスはネギから出る老廃物を利用して成長します。ネギもまたナスの根っこから出る老廃物を利用して成長する。お互いに成長を助け合うわけです。ネギは万能でトマト、キュウリ、豆類と、いろんな野菜と相性のいい、コンパニオンプランツに使ってバッチリの野菜です。パセリやバジルもいいようなんですけれども、パセリはいいとしてもね、バジルはやたらとこう数が増えるんでね、厄介なんで。このコンパニオンプランツ、家庭菜園向けの栽培方法でもあるのです。ちょっとこれね、見てください。ナスとナスの間隔が極端に近づいておりますが、これには実は理由があって、その理由はですね、また別の動画でね種明かしをしたいと思います。なんでこんなに近いんやっていうクレームは入れないようにしてください。理由がありますから。じゃあマリーゴールド植えていきましょう。火災の天敵線虫は、マリーゴールドの根によって増殖することができずにですね、どっかへいなくなってしまいます。アブラムシやコナジラミみたいなこう害虫類ですね、そういう害虫を遠ざける効果もこのマリーゴールドにはあるのです。でね、マリーゴールドの枯れた花はカビが出ることがありますので、咲き終わったら早めにプチンとね取ってしまいます。次から次へと花が咲いてこう開花するのでね、
惜しまずに早い目の処理がいいようです。植え土や覆土はさっき作った土を使います。培養土だけでも大丈夫です。覆土後の水やりは少しだけにします。たっぷり吸水すると種がねこう流出してしまうことがありますのでね、ちょっとだけこんなもん湿らす程度で十分です。夜は冷え込むのでペットボトル温室をこうポッと傘をかぶせてやる、ペットボトル温室、インスタント温室です。簡単ですけど保温効果抜群、切れ込みを入れて通気性も確保しています。じゃあね、どんどん植えていきましょう。穴は深い目に掘って、で、用土を入れて、ね、次は何ですかね、あ、枝豆です。枝豆もね、ナスと相性いいんですよ。これ、この根張りどうですか。根っこむっちゃ育っています。枝豆はポット植えでも地植えでも3粒植えがセオリーです。なぜか分かりませんが地元の長老がそう言ってました。わしもずっと3粒植えを実践しております。多分ね、風が吹いてもね倒れにくいからだと思うんですけどね、知らんけど。植え穴は少し多い目に覆土します。マルチと土の間に熱風が入り込むのをこの穴を塞ぐことによって阻止します。まだまだ作業は続きます。まあ本来ならナスにね転倒防止の添え木を斜めにピュッとこう刺してあげてねやるんですけど、今回は畝全体を防虫ネットで囲う予定にしております。ネットが風よけの代わりになって、ほんでですね、支柱を立てるまでは添え木の必要はありません。大きくなったらね支柱を立てないといけないんですけど、じゃあ次はね何を植えましょうかね。土いっぱい入れてるな。小松菜にします。小松菜もねナスのコンパニオンプランツなんですよ。虫がつきやすいのでね、小松菜がね虫について生贄になってくれるんですね。でまあせっかく植えてそれも気の毒なので防虫ネットで囲うことにしております。またこれも、発芽するまでペットボトル温室にしておきます。この温室はね使用後リサイクルできます。SDGs の極みでございます。枝豆はこの時点で摘心をするんですけれども、それはまたね、別の動画で紹介したいと思います。じゃあ地植えの種まきのおさらいをしてみましょう。用土を入れて種をまく前にたっぷり水を入れます。でまあ小松菜の場合やったら5粒ぐらいかな、5粒か6粒かぐらいでいいと思います。でさっきの同じ土で覆土して水は少しだけで、今の時期だったら、夜の冷え込み防止にペットボトル温室で、穴を開ける前にですね植え位置はこういう風に並べて確認してください。でコンパニオンプランツのネギはナスとぴったりくっつける、根っこと根っこくっつけるように植えます。他にもね隙間にニラとかをね植えてみたいと思います。いろんな野菜ができるのでコンパニオンプランツ栽培は楽しいです。こんな感じに仕上がりました。あとここでね防虫ネットかけていきます。ナスの間が異様に近いのは何度も言いますが、次の動画で種明かしします。
ナス専用の土作りをしたので丈夫に育つと思いますよ。まあネギが余ってるのでもっと植えてみます。ということで、ナスのコンパニオンプランツのお話でございました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画への高評価、低評価、コメント、そしてチャンネル登録お待ちしております。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。